仙台市青葉区で開かれた展示商談会には、2011年の東日本大震災で被害を受けた東北や関東の水産加工業者など129社が出展しました。会場にはかまぼこや干物などの水産加工品が並び、来場した小売店などのバイヤーは実際に味を確かめたり出店者の話を聞いたりしながら商談をしていました。飲食店様向け の, 商品探しているので、非常にいい内容だと思っています。中でも注目を集めていたのは、これまで食べられることの少なかった低利用魚を扱うブースです。サステナブルじゃないですか。やっぱりすごく好感持てるブースですね。水産物今なかなか原料が枯渇して大変な中ですね、前浜の原料としてこういう形で有効活用できることがやっぱりこうなんかいいなと思ってますね、はい。この商談会は東日本大震災によって被害を受けた水産加工業者に販路拡大の機会を設けようと開催されました。商談会は明日も開かれます。